常貞を頼む。随分と嫌われたものですね。かなり危険な状態です。これも運命だったということです。上皇様、順調ですか、お継ぐ殿。何をしに来たのですか、義房殿。様子を見に来ただけにございますよ。順調です。残りは確認作業だけですので、今年中には完成するかと。お継ぐ殿はご高齢、少し休まれたらいかがですか。いらぬ気遣いです。用がないのであればさっさとお帰りください。随分と嫌われたものですね。分かっているならもう来るな。わかりました。そういえば純な上皇様も完成を楽しみにしておられると聞きました。間に合うと良いですね。それはどういう意味か。そのままの意味ですよ。では失礼いたします。憎たらしい。気にするだけ時間の無駄です。一日でも早く完成させましょう。そうですね。では始めますか。はい。最初は794年の平安京遷都ですね。桓武天皇様、一つ進言したいことがございます。なんだ。遷都をするのはいかがでしょうか。遷都、長岡に来てまだ10年も経っていないぞ。しかし度重なる災害と種継殿が亡くなってから都の工事が進んでいないことを考えると、選択肢の一つに入れざるを得ないような気がします。四季家の種継様が討たれたことで桓武天皇様は遷都を決意されたのではないかという話もありますね。種継様が仕掛けたという話もありますがね。次はお継ぐ殿が大きく貢献された影石ですね。至急解決策を講じなければならない。国司の交代の際に下諭状の審査をして不正を防止する役職を新たに設置するというのはいかがでしょうか。新たな役職か。確かに今の大法律令にその役職はないな。これからの時代は流れに沿って役職を作っていくべきだと存じます。そうだな。藤原のお継ぐよ、この仕事お主に一任する。さすがはお継ぐ殿といった完璧な制度。一度廃止されましたけどね。でも復活しました。それだけ良い制度だったということです。地方に目を向けるとやはり田村麻呂殿の功績が目立ちますね。私が出て指揮を上げるとしよう。永見はここに残って指示を出せ。全兵を投入してもいい。必ず強撃を決めろ。かしこまりました。皆の者、ここを正念場と考えよう。甚大な被害を受けている東側を救いに行くぞ。まさしく戦の天才。田村麻呂殿がアテルイを倒せなければ恵比寿平定は今でも成し遂げられてなかったかもしれない。そんな恵比寿平定事業も一旦は中止にせざるを得ない状況になりましたね。早速だが、平安京の造営と恵比寿征伐、この二大事業を今後どうしたらいいのか、聡明なお主たちの意見を聞かせてほしい。続けるか中止かということですか。そうだ。では恐れながら申し上げます、私個人の意見としましては二つとも中止にするのがよろしいかと。それは何故だ。民の負担が限界に来ております。特に地方の民たちは反乱を起こさないのが不思議なぐらいの経済状況です。平安京に関しても見栄えはよくありませんが、これ以上造営をする必要もないかと存じます。私は
今でも間違っていなかったと自負しています。私もそう思いますよ。あの頃の日本は経済的に限界でしたから。桓武天皇様もすぐに亡くなられてしまった。時代が変わった。誰もがそう思いましたね。伊予親王様もその時代に飲まれてしまった一人でした。申し訳ございません、母上。いや、力なき者の末路ということでしょう。兄が北家と四季家の者に負けてからこうなる運命だったのです。私が天皇様に話さなければ、結果は変わらなかったでしょう。あなたはおそらくはめられたのです。はめられた？誰にですか？天皇をたぶらかしているあの女にです。四季家も時代に飲まれてしまった。だからこそあのような事件が。いかがなさいますか、上皇様。やはり直接平安京を攻めますか？もうよい、上皇様。悔しいが、情報戦で圧倒的に負けている。今から平安京を攻めても挟み撃ちにされて終わりだ。これ以上惨めな姿を晒すわけにはいかない。平城京に戻るぞ、クスコ。しかし私は兄上の敵が討ちとうございます。戻るぞ、クスコ。かしこまりました。まったく、クスコ様は余計なことをしてくれましたね。この事件をきっかけに藤原北家の力が強まった。これも運命だったということです。純な上皇様が。いかがした？かなり危険な状態です。吉野殿、あとは私に任せて上皇様のところへ。かたじけない。お急ぎください。840年に完成した日本後期は、蜀日本二に続く立国史の第三にあたる勅撰史書で、全40巻あったと言われています。藤原の冬告や清原の夏野など、たくさんの人物が編纂に携わっていましたが、一貫して事業に携わっていたのは藤原のお継ぐただ一人だったと言われています。純な上皇様。すまないな、忙しいところ。来るのは当然のことです。私はもう死ぬ。上皇様、お気を確かに。お主に頼みたいことがある。聞けませぬ。吉野、何なりとお申し付けください。常貞を頼む。お任せください。それともう一つ頼みたいことがある。何でしょうか？私が死んだら遺骨を山から散骨してほしい。それはなりません。頼むぞ、上皇様。上皇様、上皇様。第53代目の天皇崩御、崩参55。藤原の吉野は純な上皇の遺言に従い京都に散骨したと伝わっています。さて、次回の百花繚乱歴史伝は842年に起こった上和の変にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。